さあ、ノブッチ選手からコンマ2秒で上回ってのボールとなりました。さあ、そこでノブッチ選手ラストレッドの宇野川選手、宇野川選手スタート。ニューテックスキーのスーパーオーリンズ横浜選手と、さあ、大勝とも1分10秒17番は現在3番手前で交代しますと決まっております。さあ、トップ川島選手からコンマ2秒遅れとなってしまいました。さあ、この第2シートでまた逆転となる。おーっとー、ということで川島さんおめでとう。攻めまくりましたが、攻めすぎてしまった、パイロンを踏んでしまった。さあ、中間タイム36秒16。さあ、中間ベストだったんですけどね。さあ、攻めまくった結果パイロンを踏んでしまいました。スイフトはターンが難しいですよね。この電子制御との戦いが。さあ、それ以外は早いですね、完璧な走りがね、もうそこだけだったんですけどね、もう本当に。さあ、最終ターン、さあ、もうゴールタイムに行くよな。どうなるか、幻かな。1分10秒79なんですけど、パイロン踏んでしまいました。1分10秒793だったのに、パイロンペナルティが1本になってしまいました。